ハリエット・ルース・ハーマンは、イギリス労働党の政治家。2007年から2015年まで労働党の副党首を務め、その間に、党首臨時代理を2回務めたほか、庶民委員内総務、王子証書、女性、平等担当大臣を歴任した。ラデカル、フェミニストとしても知られている。1950年、ロンドンに生まれる、セントポールズガールズスクールを経て、 ヨーク大学で政治学を専攻。1982年10月28日に行われた補欠選挙でペッカム選挙区から出馬し、3931票の得票差をつけて初当選を果たした。1984年には労働党の社会保障、スポークスウーマンとしてフロントベンチに座り、1987年には保健担当スポークスウーマンを務めた。 1992年の総選挙後は、影の財務省主席担当官として、影の内閣の一員となった。その後、影の雇用担当大臣、影の保健大臣、影の社会保障大臣を務める。1997年の総選挙で労働党が勝利すると、ハーマンは社会保障担当大臣として入閣を果たした。彼女はここで福祉制度の再編を担ったが、 1998年の内閣改造で更迭されてしまう。デイリーメール氏によれば、この更迭はフランクリード政務次官との不仲が原因であるという。2001年の総選挙後は、女性としては初の法務次官に任命された。政府の一員として彼女は、トニー・ブレア政権を支え、ほとんどの投票行動で等の方針に従ったが、イラク戦争には反対し続けた。 副党首ジョン・プレスコットが党首とニー・ブレアと共に辞任することが明らかになると、ハーマンは副党首選挙に出馬することを表明した。ハーマンには有力な労組の支援が期待できなかったため、副党首選挙に必要な軍資金を調達するために、総額5万ポンドものローンを組んだ。しかし、寄付金やローンの報告が遅れたため、選挙管理委員会から、 選挙規約違反の疑いを問われる場面もあった。選挙は6人が立候補する乱戦となったが、2007年6月24日、ハーマンは選挙を制し、労働党の新副党首に就任した。選挙は5ラウンドにわたって行われたが、ハーマンが1位となったのは、決選投票の5ラウンド目のみで、2から4ラウンド目はアラン・ジョンソンが制していた。ハーマンの勝因は、 一般党員票を多く獲得したことや、4ラウンド目に敗退したジョン・クルダスの支持者がハーマンに流れたことで、これが得票率50.43%という僅差での勝利につながった。ハーマンは熱心なブラウン派議員として知られ、1980年代以降ゴードン・ブラウンとは非常に親しい関係にある。ゴードン・ブラウン内閣では、王子少女、庶民院,院内総務、女性、 平等担当大臣に任命されており、5つの役職を兼任することとなった。2007年の労働党党大会では保守党を非難し、次の選挙では厳しい競争相手にはならないだろうとカッパした。2008年4月2日にはルーマニアでの NATO の会議に参加しているブラウン首相の代理として PMQS の場に立ち、労働党の女性としては初めて、 PMQS に応じた議員となった。7月9日にも東野子サミットに参加しているブラウン首相の代理として PQMS に応じている。2008年4月、彼女のブログがハッキングされ、ハーマンが保守党に入党していたという記述が書き加えられた。しかし、彼女はスカイニュースのインタビューでユーザーネームとパスワードに自分の名であるハリエットと ハーマンを使用していたことを認め、セキュリティの甘さを晒す結果になった。2010年5月6日の総選挙において、労働党は敗北し野党に転落。ブラウンの退陣に伴い5月11日に、労働党党首代行、及び影の首相代行に就任した。その後2010年の党首選で、エドミリバンドが党首に選出されたが、その後も副党首を務めた。 2015年5月8日の総選挙にで労働党が再度敗北して、エドミリバンドが隕石辞任したため、再び党首代行となった。党首代行となった際に、新党首が選出された後に副党首を辞任すると表明している。彼女の初当選は、労働党が全体的に左傾していた1980年代、初党であり、ハーマン自身もかつては、 オールドレーバー的な政治家と見られていた。しかし、徐々に、トーキ大化を進める、モダナイザーと呼ばれるグループにより、最近では、やや左寄りのモダナイザーという評価が定着している。ラデカル、フェミニストとしても知られ、彼女の強硬なラディカルフェミニズムを嫌う議員も多く、彼らからは、ハリエット・ハーパーソンと揶揄されることがある。ハーマンの家系は、政治的。 文化的に重要な刑罰に連なっている。彼女の父、ジョン B. ハーマンは、ビクトリア女王や、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの電気作家として知られる、7代、ロングフォード伯爵夫人、エリザベス・パケンハムの兄弟である。エリザベスの夫は、弁護士の7代ロングフォード伯爵、フランシス・パケンハムで、二人の間に生まれた、作家の8代ロングフォード伯爵、 トーマス・パケンハム、レーチェル・ビリントン、歴史作家で著名なアントニア・フレイザーは、ハーマンの重視にあたる。アントニア・フレーザーは、政治家のヒュー・フレイザーと結婚し、フローラ・フレーザーを産んだが離婚。後に、ノーベル文学賞受賞作家のハロルド・ピンターと再婚している。娘フローラも、電気作家で活動中である。さらに、ハーマンの祖,祖父、アーサー・チェンバレンは、政治家。 ジョゼフ・チェンバレンの兄弟で、ヒー・ババ・ルイーズのいとこハリエットは、ジョゼフ・チェンバレンと結婚して、オースティン・チェンバレンを生んだ。ジョゼフ・チェンバレンは、ハリエットの死後、ルイーズの姉妹、フローレンスと再婚し、ネビル・チェンバレンを生んでいる。1982年に結婚した彼女の夫、ジャック・ドロミーは、輸送、一般労組という有力労働組合の副組合長であり、 2004年からは労働党の財務担当官も務めている。彼はゴードン・ブラウンとも近い関係にある。ありがとうございます。